ここに住む人はみんな私のことを好きになるようになってる。だから私とリッカは友達なんだよ。私は茜の友達として生まれたの。私の友達として私の怪獣から作られたんだよ。いやいや、俺は両親から生まれましたよ。うん、そう思いたいけど。みんな茜が作った怪獣から生まれた人と待ち、この町の外には何もないって。いやでも川下り行ったじゃん。俺たち用に作ったんだよ、あの地域ごと。けど俺稲城に親戚もいるし、中3の修学旅行で京都にも行ったし、その記憶ごと作られたものだったら。こんなことが続いてるから私は自分の記憶に自信ないし、町にずっといた怪獣だって響くんが気づくまで誰も気にしなかったんでしょ。新庄茜はこの世界の神なのか。やばなくしたっぽい。茜のところ混ぜてない？ないって。何探してんの？学祭やりたかったの。来年頑張ろう。来年ってトンカは理系行くんでしょ。確実にクラス違うじゃん。じゃあさ、グループで出ようよ。なんでいるの？あの子たち。5人で何すんだよ。やっぱ5人じゃ無理か。お、ねえ、茜も一緒にやらない？え？夢見てた。本当の人間は寝たりしないよ。それより早く次の怪獣を作ってくれ。なんで怪獣を作らなきゃいけないんだっけ。全部新庄茜に作られた町ってそんなとこで暮らしてかなきゃならないのか。ぐちぐち言っても何も解決しねえだろ。だって行こう、新庄さんのところへ。そうだ、家に直接。うん、家に直接。どんな危険が待ち受けているかわからないぞ。新庄さんが宇宙人に利用されているなら俺たちが行かないと。いないのかな。確かめよう。マジか。うわ、何これ、どうなってんの。に、逃げられたか。どこに。なんでこんなにうまくいかないんだろう。グリットマンの正体までこっちは知ってるのに。あの時どうしてグリットマンはすぐ現れなかったんだろう。え、もう来週中間じゃね。俺、地区体重なって死ねるんだけど。大丈夫かな。茜もう1週間も来てないよ。ねえ、茜まだ休みなの？風が長引いてるそうなんで、皆さんも気をつけてくださいと。はい、じゃ、ご礼。起立！気をつけ！礼！怪獣出ない日が続くね。いいことだけど。
やばいでしょ絶対。やばい？新城茜がいなくなったら俺たちどうなるんだ。どうって、どうにもなってないけど。そりゃ今はね。でも新城がいなくなって突然何もかも俺たちごと消える可能性だってあるんじゃ。それは考えすぎじゃない？うつみっていう感じだったよ。うつみくん、それで今日来てないんだ。話したい気分じゃないのかも。そのリセットされる現象が霧の向こうの怪獣が原因だとすると、その影響を受けないのはグリッドマンを含む我々だけだ。霧じゃない。人の記憶に細工してるなら神経性の毒ガスだ。毒炎怪獣。じゃあ俺の記憶がないのも新城さんの細工？それができたらもっと簡単にグリッドマンを倒せるんじゃない？新城茜が作った世界に私たちがやってきた。不完全な形でここにたどり着き、そしてユータと出会った。その時点で俺は記憶がなかった。全然わかんないぞ。やっぱりまだまだ謎だらけだ。茜どこに行ったんだろう。フルパワーグリッドマンに合体できるところを見るに、本来我々は一つの存在だった可能性が高い。ここに来るまでにバラバラになったということか。いや多分バラバラにされたでしょう。誰に？お、アレクシス・ケリフ。多分グリッドマンの言う危機は去っていない。茜くん、一体どうしたというんだい？もしかしてスランプかな。これで完成？いいのかい、こんなので。繰り返します。本日放送委員は臨時委員会があるので。あれ、宇都宮もう大丈夫なの？え、何が？昨日もお店来なかったじゃん。ああ、勉強してたし。え、中間考査。怪獣はいつやってくるかわからないけど、テストは日付が決まってるからな。確かに。だろ？ここが新城茜の世界でも、俺たちに生活がある以上、やらなきゃいけないことはある。怪獣と戦うだけが俺たちの生活じゃない。もちろんそうなんだけど。触らぬ神にたたりなしのやつ。何それ。週またいだら気分が変わったってだけでしょ。なるほど。まあ宇都宮が元気になってよかったけど、なんで新城さんはこの町を作ったんだろう。それは新城茜にとって住みやすい環境、安らぎを求めたのだろう。住みやすい世界を作ったのに新城さんはどこか窮屈そうだった。神様には神様の世界があるんじゃない？茜は神様の世界から逃げてきたのかも。そんな弱い人には見えないけど。弱いとかじゃなくて、茜は繊細なんだよ。明日も怪獣出ないといいね。うん。お前の狙いはグリッドマンだろ。そうだ。負け続けながら生き延びて、怪獣のくせに飯を食って風呂に入る。生きていなければグリッドマンに勝てない。勝ってどうするつもりだ。その顔、考えたこともないようだな。人間と怪獣の間でブレてるやつが勝てると思うな。俺はグリッドマンを倒すために生きている。それが俺の全てだ。はい、こっちでも感じました。やっぱり怪獣ってことだったら。みんな怪獣出てるから逃げて。怪獣？なんかあいつら楽しそうだな。やっぱり新城さんはこの町のどこかにいるんだ。
揃ったら全員で行こう。あの怪獣、変な感じでしたね。死体残っちゃってるし。なぜとどめを刺さなかった？いや、倒したはずだ。違う、そっちの話じゃなくて、いつも絡んでくる面倒なやつの方。それは、あいつがただの怪獣ではないからだ。どういう意味？あいつは人間を学習し、人間に近づきすぎた。今はもう心を持った生き物だ。グリッドマンは生き物の命は奪えない。怪獣って生き物じゃないんですか？怪獣は新庄茜の悪意のようなもので、生き物としての活動はしていない。でもあいつは最初からグリッドマンを憎むように生まれてきた。きっと怪獣である以上に生き物になってしまったのだ。また負けた。やっぱり怪獣は負けるために生まれて死ぬのかな。久しぶりじゃん。しつこく生きてんね。ここ覚えてる？君が最初グリッドマンを倒した時ご馳走してあげたところ。なぜ怪獣である俺に命を与えた？君はもう怪獣じゃないよ。なぜだ？怪獣は人の気持ちを読んだりしないから。君は私を探してたでしょ。怪獣はね、人に都合を合わせたりしないよ。いるだけで人の日常を奪ってくれる。それが怪獣。私は人間みたいな怪獣は好きじゃない。ほらその目、人間みたいな目してる。お前の目は見ないでよ。どこでも好きなとこ行きなよ。君は失敗作だよ。
人が出てきてしまったぞ。いいのかな。みんな死んじゃった。町の管理怪獣ならまた作ればいいじゃないか。どういうことすか。わかんないけど、倒した怪獣の死体からまた怪獣が出たらしい。その怪獣が霧の向こうの怪獣を襲った。そしたら霧も晴れてきたんだって。風景みたいな怪獣が死んだ。うむ、死体を確認した。行こう、グリッドマン。よし、フルパワーで今度こそ倒す。アクセスフラッシュ。アクセスコードバグスタラントレバー。超合体超人フルパワーグリッドマン。何なんだよいきなり。舐めやがって。なんか強すぎない。今までの怪獣とは何かが違う。まるで動きが読めない。まずいぞ、グリッドマンが狙われる。グリッドマンがやられる。逃げて、響君。あいつ、グリッドマンを助けた。お前は。私のために戦う。どこでも好きなとこ行きなよ。俺に与えられた命の意味を俺は探す。俺はお前を倒すために生まれ、お前を倒すために生きている。お前を倒すために俺はお前と共に戦う。あ、グリッドマンをコピーした。二人目のグリッドマン、偽物だろ。いや、今のあいつは本物だ。そのものだ。怪獣は人の気持ちを読んだりしないから。俺はあいつ
つの心が読める。ならば俺には見えているぞ、新庄アカネ。グリッドマンを守った騎士、グリッドナイト。そういうことだったんだ。アカネ、響くんがグリッドマンだと思ってたけど、ちょっと違ってたんだね。これでグリッドマンに変身してたんだ。わかるわけないじゃん、こんな中古のパソコンが必要だなんて。神様にもわからないことがあるのかよ。あるよ。じゃあ宇都宮くんは自分が今までに捨てたものまで全部把握してるの？そういう人がいらなくなったものが集まるお店でしょ、ここ。新庄さんはあの宇宙人に利用されてるだけなんじゃないの？だから私もグリッドマンと話してみたかったな。しまいそう見つめる景色、空の青さも全部